アンバーリンはアメリカ合衆国フロリダ州出身のオルタナティブロックバンドである。アメリカのオルタナティブロックシーンを代表するバンドとして全米で熱狂的なファンを獲得。インディーズ時代にリリースしたアルバムの成功を受けて現在はメジャーレーベルのユニバーサル・リパブリックに所属している。デオンレックスロート2002年にスティーブン・クリスチャンらを中心に結成。その後、 大手インディーズレコード会社のトゥースネイルレコードから誘いがかかり契約を結ぶことに成功する2003年5月6日にファーストアルバムブループリンツフォー・ザ・ブラック・マーケットをリリース6万枚以上を売り上げるしかしその直後にギタリストのジョイ・ブルースがバンドから追放されたその理由は彼がセックスとドラッグに溺れる生活を送っていて 残りのメンバーとは合わない方向に向かっていたからとのこと。後継者としてザモザイクに所属していたネイサンストレイヤーを迎え入れる。そして2005年2月1日にはセカンドアルバム Never Take Friendship Personal をリリースし、ビルボードアルバムチャートにて144位を記録した。また、前作から2年以上を明けた2007年7月2日にはサードアルバムシティズをリリース。 同アルバムは1週間に3万4千枚を売り上げ、ビルボードアルバムチャートにて、初登場19位を記録する。ちなみに、このアルバム発表前に、ギタリストのネイサン・ストレイヤーが、ザ・モザイクの活動に専念するためバンドから、有効的に脱退しており、後継者として、クリスチャン・マッカル・ハニーを迎え入れている。同年3月7日には、サードアルバム、シティーズと、 ファーストアルバムとセカンドアルバムをセットにした2枚組、ブループリンツ・フォー・ザ・ブラック・マーケット・ネ m バーテイク、フレンドシップ・パーソナルのそれぞれ日本国内版が発売される。そして2007年8月16日に大手メジャーレーベルのユニバーサル・リパブリックへ移籍し、すぐにニューアルバムの作成を開始。プロデューサーにニール・アバロンを迎えて8週間かけてレコーディングされた。そして、 メジャーデビュー第一弾アルバムとして、2008年9月30日にアルバム、ニューサレンダーをリリース。このアルバムは1週間に3万6千枚を売り上げ、前作を上回るビルボードアルバムチャート初登場13位を記録。全米リリースから少し遅れた2009年2月4日に日本国内版、ニューサレンダーが発売され、同年3月には、ニューハウンドグローリーや、 フォーエバー・ザ・シッケストキッズ等と共に来日公演を行った。2010年9月7日にはアルバムダーク・イズ・ザ・ウェイ、ライト・イズ・エ h プレ s a をリリース。全米アルバムチャートでは初登場9位を記録した。2012年10月16日アルバムバイタルをリリース。全米アルバムチャートで初登場16位を記録。ややメタリックでどこか。 冷たさを感じさせるメランコリックなギターサウンドにクリスチャンの柔らかい高音ボーカルが科学反応的に融合。全体的には冬を連想させる寂しさやわびしさといったものを感じさせる楽曲が多い。と、いろいろな説があるが、はっきりとした由来は未だ明らかにされてはいない。スティーブン・クリスチャンサイン会の様子、ありがとうございます。